メリオネス伯爵は、イギリスの伯爵位。1947年11月20日、イギリス王大使エリザベスと、ギリシャ王族のフィリップ王子の婚姻に際して、創設され、フィリップが初代伯爵に上された。メリオネスは、ウェールズの地名。英国の貴族称号において、これらの従属称号は一般に、トップの爵位を継承すべき推定継承者の儀礼称号として使用される。 これに従えば、フィリップの長男であるチャールズは、本来は、イギリス王室から見て、女系の冒険王族であり、メリオネス伯爵チャールズとなる予定であった。しかし、チャールズの祖父である、ジョージ6世には、エリザベス王女ら女子しか子供がおらず、英国の王位継承は、弟の男子より、兄の女子が優先して、王位を継承する、兄弟間のみ、男子優先制を採用していたため、 チャールズが将来的に王位を獲得することが確実となっていた。このため、ジョージ6世はチャールズをあらかじめ王子とすることを決定した。王子の称号は従属称号を名乗るよりも格が上であるため、チャールズが儀礼称号、メリオネス伯爵を名乗ることは一度としてなかった。そのまま、フィリップの妻エリザベスが王位を継承し、 チャールズはプリンス・オブ・ウェールズをはじめ王大,大使がおびる多くの称号を除釈し、それが以後のチャールズの称号となった。ありがとうございます。